駒マカドカは、静岡県御殿橋市にある、富士山の火山活動で形成された風穴。国の天然記念物に指定されており、殿場橋においては特に、風穴の通称で知られる。富士山の火山活動で形成された風穴で、天井に溶岩流の跡を止める。本穴、枝穴の二つに分かれており、両者の総延長の合計は、約400メートルに及ぶ。 洞窟内は年間通して摂氏13度である。また、古場橋の観光12線に指定されている。1922年3月8日、日本国政府の天然記念物に、ホラー穴、流気口及び火山活動によるものとして指定された。指定の理由には、国内に溶岩流による洞穴自体が少数しか存在しないことと、富士山周辺にある火山穴の中では、 細かと風穴は大きな風穴の一つであること、溶岩流の状態を想起しやすく、溶岩による消認を止めていることが挙げられている。2013年に富士山と関連する物件が富士山から信仰の対象と芸術の源泉で世界文化遺産に登録された際、富士山の構成資産として周辺地域の計33の登山道、神社、継承地などが同時に 世界遺産への登録を受けた。構成資産の中には、富士五湖や船津体内樹形、吉田体内樹形といった富士山の噴火活動に伴う継承地が含まれており、同様に富士山の噴火活動によって形成された。細かど風穴も当初その候補に含まれていたが、富士山の信仰や芸術との関係性が証明できない理由で、後に候補から外され、 世界遺産としての指定は受けていない。風穴入り口の脇に3つの祠があり、細かド風穴書社と呼ばれる。最寄りの透明高速道路のインターチェンジ、または鉄道駅から約15から20分程度でアクセスが可能。ありがとうございます。